味方？あら、帰ってきたらまずかった？うん、さっきお腹をさすりながら歩いていくおばあさんたちとすれ違ったから、だいたい想像がつくわ。私あんまりお腹空いてないから、お昼はいらないわよ。謝らないで。どうしたの、ミカト？そうじゃないの、疲れた顔をしていたからどうしたのかなと思って。大丈夫？ならいいけど。ミカトはおしゃべりな人が苦手。おばあさんたちと喋った後っていつも様子が変だから。散歩に行かない？気分転換に。ほら、外を見て。天気でしょ？こんな日に散歩をしないのはもったいないわ。片付けは後からでもできるでしょ？ね？ミカトには聞こえる？まだ小さいけど、この雪の下で息づく春の息吹。耳を澄ましてごらんなさい。春はもう近いって自然が教えてくれるから。どうしたの？私の顔に何かついてる？
かと。春の息吹が宿っているのは雪だけじゃない。植物にも動物にもある。そして人の心にも。そう、いつも心の中が冬だったらあんまりにも寂しいじゃない。だからたとえ周りが極寒の土地であっても心の中にはいつも春を持っていてほしい。それじゃあ帰りましょうか。後片付け私も手伝うわ。この曲はナコルルから教わったのか。そうか、直接教わったわけではないんだな。ではナコルルに聞いても曲については教えてくれまい。では私からも曲のすべてを教えるわけにはいかぬ。これは本来軽々しく歌ってはならぬ曲なんだ。いや、そうではない。この曲は広く人口に解釈していた頃もあったくらいだからな。みんなが口ずさんでいた時期もあったということだ。しかし次第に忘れられていった。そのうちわかる。軽々しく歌ってはならんが、し
かし曲を知ることは悪いことではない。ああ曲のすべてをな。だから一部分だけ教えてやろう。そのように怪訝な顔をするでない。いずれわかる時も来るだろう。では曲を教えてやろう。私から教えることができるのはここまで。時に二課と従者の仕事はどうだ。そうか、ナコルルの言いつけをよく守るのだぞ。期待しておるからの。いつか曲のすべてを知る時が来るのだろうか。その時お前はどうするだろう。早く曲のすべてを探すのだ。いつもマナリと楽器弾いて遊んでる子ね。マナリなら山に薪を取りに行かせたわよ。ねえあなた、あんまりマナリにつきまとわないでほしいのよね。マナリにはもっと歌の練習をしてもらわないと困るんだから。
については忘れて。そうなの、薪を拾いながら散歩をしてたのよ。いい薪がないかなってキョロキョロしながら歩いてたら、木の幹にどっしーんってぶつかって、木の枝に積もってた雪が私の上に降ってきたの。しかもその衝撃で小さな雪崩まで起こっちゃって、あっという間に埋まっちゃった。ここら辺ってあんまり人が通らないでしょ。一時はどうなることかと思っちゃった。はあ、私はもうダメ、みんなさよなら、大好きだったよって半べそ。味方が来てくれて本当に助かったよ。ありがとうございました。褒めてくれてるの？それ。